どうもこんにちは。普段はね、英語でレビューしますが、毎週1回だけ日本語にする予定がありますので、今日は日本語だけにしますけど、普通の見てる人は英語でレビューすると思ってるので、その英語が欲しい人にちょっと説明しますね。その後にまた日本語に戻りますので。Every single day I drop you content from Tokyo, Japan about upcoming sneaker releases and sneaker reviews in English, except for one day a week I do it in Japanese. And today is that day. So if you're here looking for that English content, why don't you check out this playlist right here, Doing, where you can see some of the rarest sneakers in the world, like super rare, one-of-one sneakers and stuff like that in English, or any of the other videos on my channel, which are mostly in English. But for today, it's all in Japanese, and tomorrow we'll be back again in the English content, but if you're interested in sticking around and watching me talk Japanese, that's appreciated too, because I do want to make that connection to the Japanese sneaker community. So without further ado, let me slip back into Japanese, and if you're interested in that English content, like I said, playlist right there, and I'll see you tomorrow, or stick around and watch this video. そうですね、日本語にすると、先週は初めてこの日本語のレビューをトライをしてみて、大変でした。ね、もちろん、10分以上を日本語で話すのは大変でしたが、楽しかった。緊張しましたが、楽しかったので、とりあえず、毎週やってみますので、ぜひ応援してください。先週のビデオはこちらです。スタン・スミスとスーパースターの混ぜてスーパースタンというスニーカーでした。特別なスニーカー、スーパースターの方は50周年目になったので、その50周年目の、おかげで、スニーカー、スタン・スミスとくっついて、混ぜてスニーカーを作りました。スーパースターになりました。で、それを先週の初めて日本語のレビュー、日本語のみのレビューをすることでしたので、今日は2回目。で、今日もアディダスのスニーカーですけど、このスニーカーはディズニーとコラボにするスニーカーなんですけど、本当はね、3つがある、3足があります。今日は1足だけの説明しますが、残りの2つ、3つがあるね。で今日のスニーカーはその1足だけです。その残りの2つのディズニースニーカーは違う日にレビューをしますので、それを楽しみにしてください。とりあえず今日のスニーカーの説明は、アディダス、スタン・スミスのミキーマウスコラボレーションですが、黒白のバージョン。色ではなく黒白のバージョンです。This is the Tokyo Bada 23 Sneaker Channel. Tokyo Bada 23 Sneaker Channel. This is Mainichi, Absolutely Mainichi Meeting Design. Every single day from Tokyo, Japan, I bring you content about upcoming sneaker releases, sneaker news, and sneaker reviews. And today we're doing that in Japanese. 今日のビデオは日本語ですね。頑張ります。本当に大変と思うね。考えながら、話しながら、日本語で説明しながら難しいですけど、頑張ります。今はね、もちろん、当たり前、このコンテンツ、このビデオはうまくできるはずはありません。0%かな ?1% かな可能性が 1% ぐらいかなで、うまくできる可能性は 1% ぐらいと思います。が、毎週やるとどんどん上手になるかもしれないので、許してください。とりあえずこの下手の、コンテンツを許してくださいで、どんどん上手になるので、約束します。上手になりますので、ぜひ応援してください。先週のビデオも話しました、そのスーパースターのビデオで、今日は同じくアディダスの、スタン・スミスの部分だけです。先週はスタン・スミスとスーパースターの、混ぜてスニーカーを作ったアディダスのスニーカーでしたが、今日はスタン・スミスだけですけど、このディズニーのコラボは3足のスニーカーがあります。今日のスタン・スミスは、細かく説明しますが、残りの2つは違う日にレビューをしますが、今日で、ちょっと1つだけを、教えたいのは、今日の黒白のスニーカーとほとんど一緒のスニーカーはスーパースターなんだけど、色がつけてます。こちらです。で、その色がつけてます方はね、違う日に、説明します。あともう一つのスタン・スミスもありますが、そのスタン・スミスは 3D というものなんだけど、色はちょっとついてる、もちろん 3D だけど、普通に見るとちょっと見にくいかもしれないけど、こちらです。これは、この2つ、この2足は違う日に説明しますが、今日はその黒白のスタン・スミスのバージョンだけのことを話します。で、そうでもう一つのお願いがありますね。もしミスがあると、日本語でもミスがあると、ぜひ下に説明教えてください。その教えてくれると助かるので、全然恥ずかしがらないので、もし日本語のミスがあっても、言ってください。あともう一つの点を教えたいのは、ミスがあるとき、例えば忘れたとかっていうことが出てきても、それをカットはしませんので、それも許してください。だけど、それは普通じゃない、自然っぽいと思うので、そういう忘れちゃったとか、なんだっけとか、そういうのはそのままにビデオに入ってるので、それを分かってほしい、許してほしいので、それでは、今日のスティッカーを説明します。ディズニーとアディダスのコラボレーションですね。そのミッキーマウスのスタン・スミスになると、最初から見たとき、シンプルだねと思ったんだけど、どんどん調べると、これもあるんだという点がいくつあったので、それを今日説明します。最初のところに見たいのは、一番後ろにある、普段スタン・スミスって書いてあるところに、スタン・スミスと書いてあります。先週のスーパースタンが、スーパースタンと書いてあって、それはすごい特別の一点のところでしたが、今日のはディズニーではなく、ミキではなく、ただのスタン・スミスと書いてありますので、そう考えると、アディダスにちょっとなんかできなかったかなという気持ちがあります。ちょっと後悔しない?ここでなんか入れたんじゃないの?ミッキーの顔とか、ディズニーとか、ディズニーの G でスタン・スミスを書くとか、そういうチャンスがあったと思うけど、シンプルな、プレーンなスタン・スミスっていうところが書いてありますので、それは一番後ろ。で、その同じ気持ちが、タン、それともベロと違う。わかんないけど、タンベロのところに、スタン・スミスの顔も、いつものスタン・スミス通りで、スタン・スミスの顔が、貼っておりますので、そこでミッキーの顔とか、そういうのがあったら面白いなと思うんだけど、やってません。ただのスタン・スミスの顔です。ですが、特別のところが、3つぐらいがありますので、そのタンからすぐ行けるのは、中に見るの、はそのインソールというところにディズニーのブランディングがあります。それは、結構かっこいいで、みんながね、ご存知通りかっこいいと思ってて、もしかしてそのディズニーは好きな人がこれを見ると、これ欲しいと言うんですけど、それだけではなく、外に見ると、英語のレッスン、英語勉強したい。英語の言葉で使うと、スニーカーの一つのスニーカー、今日の入ってるので説明します。すいません、失礼します。今日のスニーカーはアディダスアルトラブーストアンケーズ2017年のチャイニーズニューイヤーです。大好き。こっち側、外側はラテラルというところです。で、中側はミディアルというところですね。ラテラルとミディアルで、その外側で言えるかな。このディズニーのスタン・スミスの外側と中側が全然違う。で、外側にはご存知通り、ミッキーの絵が貼っております。で、中側、ミディアルサイドというところに何も貼ってない。で、それ何も書いてない。何も載ってない。それをすごい残念と思った。真っ白です。それはちょっともったいないなと思って、ここにもなんか書いてほしい。ですが、外側、ラテラルサイド、外側の方にミッキーの絵が書いてあって、で、ほとんどの絵を見たら、その調べたり、Google に知ったり、ミッキーの、なんか、なんていうかな、その走ったところです。顔じゃなくてその走ってさ足とかしか見えてなかったから、あーなんだろうなと思ったんだけど、右の靴のラテラル外側には層があるんだけど、左側にそのちょっと左側じゃない、説明しにくい。右の靴のラテラルサイドには、まあ簡単に言うとミッキーのお尻が張っております。それは右の靴のラテラル、外側。左の靴の外側、ラテラルにはミッキーの顔が貼っております。それは大好き。本当に大好きです。違うデザインにすると、アディダスには簡単ではない。難しいですね。違うデザインにすると。一緒だったら作るのは簡単。それとも作るのは、まあ、デザインは違うとお金かかるんじゃないですか。そのデザインは。一緒だったらコストは低い。まあ低いじゃないんだけど、この違うと比べるとコスト高いんですよね。この違うにすると。で、それは大好き。本当に靴はさ、左の靴と右の靴は違う意味。東京バッタ23はその意味を取るのはさ、ちゃんと作ったなという気持ちがします。ああ、それをなんか、アディダスが本当に、アディダスとはディズニーが何がいいかな、何がかっこいいかなという気持ちで作りました。何でお金がもらえるとか、お金のためにとかという気持ちじゃなくて、デザインのためにを作って、それは大好きので、このアディダスのコラボレーションに、右靴の外側のデザインと、左靴の外側のデザインは違ってよかった。で、右の方は、簡単に言うと、ミキのお尻で、左の方は、ミキの顔がついてて、それは大好き。本当に大好きです。そのデザインは好き。だけど、もったいないのは、中側、ミディアルサイドには何も貼ってない、何も書いてないのはちょっと残念かなと思ったんですけど。で、このデザイン、このミキのお尻とミキの顔のデザインは、さっき言った通りのスーパースターの方には、デザイン的には全く一緒ですけど、スーパースターの方は色がついてるので、あと違う日にはそのスーパースターの、レビューをしますので、それを楽しみにしてください。そうですね。あともう一つの特別の点があって、これでもしかしてディズニーが好きな人はこの一つの点だけで買いますという気持ちが出ると思う。もう、あ、これがあるから絶対買いますという気持ちが起きると思うので、それは箱です。靴ではなく箱です。それはこれです。その箱があんなにディズニーっぽいな箱にすると、ディズニーが好きな人は絶対欲しがると思います。靴だけではなく箱もあんなディズニーっぽいな箱だったら絶対欲しい人がいっぱいいますと思うね。東京で、日本でさ、東京ディズニーランドと東京ディズニーシーがすごい大人気なところですので、もしかして日本ではこのディズニーのコラボ、しかも箱までにコラボをしているのは人気になると思いますので、絶対すぐ売り切りになると思います。ので、今日のレビューはこのままで終わりますと思うね。全部言いたいことね、そのビデオを作る前に、毎日ビデオを作るんですね。で、そのビデオを作る前に調べて、なんかどういう点を話した方がいいとか、それをリストアップをして、で、今日はそのアディダスについて、そのミッキーマウスのコラボレーションのアディダスについて、全部の点を言ったと思うので、ここまでにします。ここで終わりますので、見てくれてありがとうございます。この毎週1回だけの日本語のレビューをすることを、なんか教えてほしい、なんか思うことがあれば、ぜひコメントで、日本語でも、言ってください。本当に助かる、そういうフィードバックがあると助かるので、ぜひお願いします。とりあえず今日までにしますので、最後にちょっと英語に戻りますので、もしかして日本語全然分かってないけど、東京バッタ23をサポートしたいので、この日本語のままのビデオ、日本語のみのビデオをずっと見てくれてる方がいるはずので、その皆さんに感謝します。ありがとうございますというので、日本語はここまでにしますので、見てくれてありがとうございます。Back to English just to say farewell. If any of you have stuck with this video all the way through just to support the channel, even though you had no idea what I was talking about in Japanese just now, appreciate it very much. Maybe the visual was enough to give you your fix of sneakers for the day. But for now, it's time for me to sign off, and thank you guys as usual for checking out my content, even if it's in that one Japanese video a week. But for now, it's time for me to say farewell. Thank you guys for checking out my content. But as I do this, mainichi, that's every single day in Japanese, mainichi. As I do this mainichi, that means mata ashita.